こんにちは、エンジャーです。今回のテーマはトロイダルコイルの設計方法です。コイルは用途を問わず様々な回路で使用されているため、目にする機会が多い部品です。そしてその数あるコイルの中でもトロイダルコイルは最もシンプルなコイルであるため、コイル設計における基本とも言われています。そこで今回はそんな基本となるトロイダルコイルの設計方法について紹介したいと思います。設計というと難しそうですが、計算自体は非常に簡単ですので、ぜひ最後までご覧ください。では参りましょう。まずなぜコイルを設計するのかということですが、例えばフィルター回路を設計する場合、カットオフ周波数が決まっていて、それに対応したインダクタンスとキャパシタンスを持つ部品を選定するといった流れになりますが、この時にコンデンサーは E 系列で定められた乗数しか使えないため、コイルによってカットオフ周波数を調整することになります。コイルのインダクタンスはコア材やワイヤーの巻き数によって決まりますが、これらのパラメータを調整することで所毛のインダクタンスを実現できることがコイルの特徴です。そしてこのインダクタンスを設計するときに最も設計が容易でかつ小型化できるのがトロイダルコイルです。このトロイダルコイルはノイズ対策用のチョークコイルとしてよく使用されており、見たことがあるという方も多いと思います。ではトロイダルコイルを設計するにあたって用語を整理しておきましょう。まずはインダクタンス。普段は乗数として当たり前に使用しているので、その意味について考える機会は少ないですが、改めて確認してみます。インダクタンスとは電磁誘導によってコイルに発生する磁束の大きさを表す係数です。単位はヘンリーとして表されますが、このヘンリーという単位はウェーバーパーアンペアという単位が元となっています。ウェーバーは磁束の単位で、アンペアが電流の単位であることから、1アンペアあたりに発生する磁束の大きさ、これがインダクタンスの定義となります。そしてトロイダルコイルのインダクタンスを計算するときに必要となるパラメーターは、透磁率、磁炉長、断面積、巻き数があります。それぞれの用語について見ていきます。透磁率はコイルに使用するコア材が空気と比較してどの程度磁束を取り込みやすいかを表した係数になります。空気の透磁率 μ0 と非透磁率 μr の積として計算されます。磁炉長はコア材の中に発生する磁場の通り道の長さを表したものです。トロイダルコイルの場合は内径と外径の間の径に沿った円周が磁炉長にあたります。断面積はそのままの通り、トロイダル状のコア材の断面の面積となります。巻き数も絵でわかる通り、ワイヤーをコア材に何回巻いたかを表すものですが、気をつけなければいけないのはその数え方です。ワイヤーをただ単に通した状態をワンターンとカウントし、そこからさらに一度ぐるっと巻いた状態がツーターンとなります。この数え方を間違えてしまうとインダクタンスがずれてしまうので注意してください。これらの用語が理解できれば、あとは公式にのっとって計算するだけです。ではトロイダルコイルのインダクタンスを計算してみましょう。トロイダルコイルのインダクタンスは透磁率と断面積と巻き数の事乗をかけて、それを磁炉長で割ることで求まります。計算自体はたったこれだけです。非常に簡単ですよね。計算上の注意点としては2つあります。1つ目は単位形を間違えないこと。磁炉長や断面積はデータシートではミリメートルや平方ミリメートルとして表されていますが、インダクタンスを計算するときには
その値をメートルや平方メートルに直してから計算してください。注意点の2つ目は当時率の表し方です。当時率は先ほども説明したように真空の当時率と非当時率の積ですが、この時に真空の当時率をかけ忘れないように注意してください。ちなみに真空の当時率は 4π×10⁻⁷ として計算します。この2つに注意して計算すれば問題なくインダクタンスを計算できるはずです。そしてインダクタンスを設計する上で大切なことがこの式には詰まっています。それはインダクタンスが巻数の2乗に比例するということです。これはつまりインダクタンスを大きくするためには巻数を増やすことが最も効率が良いということを表しています。そのためトロイダルコイルの設計においてはどれだけワイヤーが巻けるのかが重要となってきます。ワイヤーの巻数を増やしてコア材のサイズが小さくなれば小型化、さらには低コスト化につながるため、トロイダルコイルを設計するときにはまずワイヤーがどれだけ巻けるのかから考えてみてください。ちなみにインダクタンスの計算方法に戻りますが、コア材のデータシートを見ていると AL 値という用語が出てきます。この AL 値を使うとより簡単にインダクタンスを計算することができます。AL 値はこのデータシートの場合はナノヘンリーパー N 次乗といった単位で表されていますが、インダクタンスを巻数の次乗で割ったものなので、その意味としてはワンターンの時のインダクタンスということになります。つまりこの AL 値がデータシートに記載されていれば巻数の次乗をかけるだけでコイルのインダクタンスが計算できるということです。非常に便利ですよね。そのためトロイダルコイルを設計するときにはこの AL 値をベースとして計算するという方も多いです。コア材によっては AL 値が公開されていない場合もありますが、データシートに記載されているようであればそれを使って計算することをお勧めします。ということで今回のまとめです。今回はトロイダルコイルの設計が必要となる背景や用語について解説した上で、インダクタンスの計算方法を紹介しました。インダクタンスの計算で気をつけるべき点としては、単位の取り扱いと当時率の解釈を挙げました。単位を確認することと真空の当時率も計算することを忘れないでください。また、AL 値を使ってトロイダルコイルのインダクタンスを計算する方法も紹介しました。AL 値を使うと、より簡単にインダクタンスが求まるため、データシートに記載されていれば、その値を使って計算してみてください。さて、今回はインダクタンスの計算公式をそのままお伝えしましたが、ブログではインダクタンスの作用をより深く理解するために、磁気回路を使って公式を導く方法についても紹介しています。原理的なところからトロイダルコイルを理解したいという方はチェックしてみてください。またコア材のことも含めてコイルの活用方法をもっと知りたいという方にはトロイダルコア活用百科がおすすめです。もはやコイルの設計をする上での教科書とも呼べるものなので、ご存知の方も多いと思いますが、コア材のそれぞれの特徴や損失の計算方法、さらには実際の回路での応用方法まで、コイルに関わる実践的な知識が数多く紹介されています。コイルを設計するときに手元にあると非常に重宝する資料なので、持っていて損はないはずです。概要欄にリンクを貼っていますので、気になる方はチェックしてみてください。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。